おはようございます。ティレット申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。最近ね、寝れるようになりました。これはね、いい知らせですよ。今までね、時々動画では寝れませんとか、寝るなら飲んでたとかさ言ってた僕からすれば、すごいいい知らせです、これは。ただしですね、まあ寝れるようになったのはいいんですけど、今起きたんですけど、まあ何時かお伝えしますと、12時半です。寝すぎなんだよな。明日日勤あるよ。仕事でね、やっぱ疲れが溜まってるのもあって、まあ寝れるとね、気分がいいですね。はい。まあ時々寝れない日もね、あったりするんですけど。はい、というわけでね、今回はチームを考えてあります。今なんて言った？コンって言ったよね。コン！よー！ちょっと今回ね、モンバト動画では誰も使わないソードブレイカーを使います。俺、いろんなね、モンバト動画を英語させてたりするんですけど、このね、ソードブレイカーは誰も使わんわ。よっしゃ、このソードブレイカーが今日はね、輝く動画になっております。見てくださいよ、このお供ガチっぷり。お供どうなってんの、これ。誰も使わない武器ナンバーワンのね、このソードブレイカー。はい。なんで使わないかって簡単なんですけど、簡単な話ですよ。魔法使いなのに、これこいつは、魔法を使わないんですよ。はい。バイキルトとソードブレイクっていう技を持ってるんですけど、よく時々動画でも僕お伝えするとか話すんですけど、普通に考えて、主人公っていうのは、やっぱ主人公の職業パーティーっていうのは、主人公が強さの6割5割占めてるんですよ。はい。強力なステータスや強力な装備ね、ガードにね、つばぜり合いとね、有利な要素をね、ほとんど詰め込んでるんですけど、その火力面とかさ、本当にでかいじゃん。にもかかわらずですよ、その火力面を捨ててしまうことなんですよ、ソードブレイカーっていうのは。ソードブレイカーっていうのは、技とか、見るにほとんど攻撃向けではないです。はい。なので、支援型になりますね。さあ、今回はお前が軍師だ、バイキルトバイキルトをね、お前が1枠をかける。1枠を使ってまで、バイキルトを、主人公がかける意味はないっていう話ですよ。主人公入りパーティーの相方がバイキルトやためるをして、主人公と、ね。主人公を強化するのはわかるんだよ。逆なんだよね。なんで主人公が味方強化してんだっていうね。強さの半数を占める、主人公が、味方強化してどうすんのっていうね。おう、逆なんだよね。パワーバランス的には。さあ、大鉄球、バイキルトからドーン！うわ！いいねー！大鉄球、強え！バイキルトからの大鉄球はやべえな、やっぱ。バイキルト、でもこのゲームではね、1.3 倍程度だからね。だいたいバイキルトとか貯めるの補正値っていうのは 1.3 倍なんですよ。なんでまあ、本当に強いかって言われると微妙。1枠使ってまでバイキルトをする必要はあんまないんだよな。貯めるはいいんだけど。そう。貯めるはやっぱ汎用性もね、さることながら状態異常の成功値も上がったりするから、いろいろ使えるんですけど、バイキルトは物理、まあ、こういう打撃攻撃にしか作用しない面もあって、ちょっとあんまり使いづらい技であるんだよね。さあ、バイキルトが行くぞ。ソードブレイク。もう一つの技。いきます。ソードブレイク。行くぜ。はい、ソードブレイク。はーい、よいしょ。せーの。はい。いやいやいや、4話。会心でこれかい。ソードブレイクの技をね、今、まあ、追加効果も出なかったんで、解説しちゃいますと、時々、相手の攻撃を封じます。どういうことかって言いますと、戸惑いながら攻撃状態ですね。はい。要するに、眠らせた後攻撃されたら、戸惑いながら攻撃とかになるじゃないですか。これ、ソードブレイクの状態異常が発生すると、戸惑いながら攻撃状態になります、必ず。まあ、テレポで出してるわ。俺ね、喋りながらやってるとね、自分でも時々何言ってるか分かんなくなるんで、実況者として問題です。さあ、バイキルトは入ってません。大鉄球行きましょう。せーの、うわーよいしょー、うわー、あ、でも、でけえ、強え、強え、大鉄球が強い、大鉄球が強い。普通に大鉄球が強いんだよな、これ、もはや。主人公が、バイキルトしちゃうと、本当に軽くねえな。主人公はヒャダルコとか打った方が絶対強いもん、こんな。今回なんでこのチームめちゃくちゃ軽く出せるかって、多分バズと鉄球魔人が強すぎるだけなんですよね。バズと鉄球魔人が強えから単純に、今回なんかいい感じに運んでるけど。実際問題そうでもないからな、主人公何してんだ。まあ、ソードブレイクで会心だったからすごいけど、ね、バイキルトの5の、考えてみ。いやあ考えろよ、ベル。お前、考えろよ、考えてみ。ここでバイキルト行きましょう。何をしてるんだ、攻撃力上げるぞ。何してんだ、おめえはよ。
てか、バイキルドゴロソードブレイクでさ、350しか出なかったってどういうことだよ。バイキルドゴロの IQ 集めと。いけ、おい。おい、OK。お、強い。バイキルド入ったとやっぱ強いな。さすがバイキルド。さすがバイキルド。290も入ったね。あいえいえ、500ダメージ。バズズいったり500ダメージ。これがソードブレイカーの実力。さて、ソードブレイカー発動させてーなーって思っちゃうんですけど。というかですね、まあ、このソードブレイカーって、まあ、時々、なんていうかな。なんかね、なんだったっけ、なんか、魔法使いの武器としては出てるんだけど、なんかね、魔法使いの武器はこれしか出なかったんじゃなかったかな。なんか仕方なく使ってる子供層がいたのは覚えてるわ。なんかね、魔法使いをやってる、子供たちが、なんか仕方なくこれを使ってたみたいな印象しかない。というか、みんなそういう印象しかないんじゃないかな。ね、このバトルビクトリーの NPC ですらね、ソードブレイカーは全く使用しないっていう点もありまして、いい、きつ。そう、NPC が使用しないから余計に影薄いんだよね。もう、ソードブレイカーを皆さん使うところって何を思い浮かべます？僕はハヤブサの剣を回作ることしか思い浮かべませんもん。ハヤブサの剣、回を使うための装備みたいになってるからね、これ。はい、バイキルドー鉄拳マシン頼むぜ。バフをバイキルド主人公いる、どうすんだよ、ほんとに。さあ、大鉄球いいよ。これでメタルドラゴンめっちゃいくよ。メタルドラゴンいく。せーの、はい、よいしょ。いやー、出る出る出る。大鉄球は強えな、普通に。これ大鉄球は普通に強えんじゃないか。大鉄球は普通に強え。こうしてみると。うわあ、いや、暗いすぎでしょ、バズズ。やっぱ主人公は動けた方がいいんだよ。主人公のステータスの高さは生かさないとダメなんだって。味方モンスターを強化してどうすんだよ。なんか子供たちがさ、仕方なく使っててこの武器弱いみたいな。ソードブレイクはさっき言った通り、まあめちゃくちゃ弱い部類の攻撃なんで、威力的ではもうね、最低値。ただでさえ力が低い魔法使いが、ソードブレイクとかで手軽怖さを振らなくちゃいけないんで、正直子供からすればなんだこの雑魚装備と。いや、俺も思います。あまり使える装備ではないと思います。さあ、ここでソードブレイク。なんか活躍してくれ。この動画お前が輝くから。ソードブレイク。はい。オッケー。はい。全然効かない。雑魚っぽか。いや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 、本当になんかソードブレイク、ちょっとソードブレイクしてあげれよ。頼むわ。この動画それ輝く動画だから。輝かせてくれ。頼む。このままただの雑魚っぽだぞ、お前。ただの雑魚っぽで終わっちまう。次のターンか。だってさ、LPC の使用上やらないとダメじゃん、あれを。つばぜれしないとダメじゃん。やった方がいいね、さすがに。いやー、バズズ回信出さないね。いや、でも、鉄球マシンやっぱ強いな、大鉄球。普通にこの2体、これさ、普通にさ、これ、バズズと鉄球マシンが強すぎるだけなんじゃないか。これ、普通の魔法使いパーティーは組めないですからね、こんなん。いやいや、てか、バズズが魔法使いでしょ、あの、そもそも驚きだろ。なんでお前は魔法使い、鉄球魔人もバズズも魔法使いと相性あるってパッと見た時にさ、初見じゃ、やばくね。これやばいって、頼むぞ、おい。頼む、頼む、頼む。ソードブレイカーが先般してるぞ、今のところ。火力も大事。頼む、主人公攻めてすませ。おし、攻めてすませ、行こう。攻めてすませね。乗せよ。はい、ツラゴン、命のバトン。やべ、最近爪切ったからやりづれ。はい、オッケー。ちょっと腕痛いんだけど、なんで、いつも以上に連打ができない。今日はちょっといつも以上に連打がちょっと遅めです。よく勝てたら、まあ、ゲージが良かった。単純にゲージ良かった。てか、これ大丈夫ね、ねえ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 。これさ、ちょっと待って。死ぬ未来見えてんねんけど、俺。ちょっと死ぬ未来、ワイ見えてんで。ワイ見えてんで。大丈夫か？いや、次、天使とかした方がいいね。削り切りはこんなん無理だわ。こんなんじゃ削り切れないもん。天使の歌して、ワンチャン対応。うん。じゃないと、うん、無理かも。ソードブレイカーちゃうやないよ、この動画。やめて！よっ！にゃん！天使の歌。天使の歌、天使の歌。これ天使。絶対天使だわ。これ、止めてもいいよ。止めちゃって！うん。諦めねえよ、勝つまでは。大丈夫大丈夫、いけるいける。これソードブレイカーの動画じゃないじゃん、普通の試合やんか。何ハンデマッチしてんの俺。主人公がさ、弱くなってるハンデマッチしてんの俺。あの、一時のさ、なんかさ、バトルマスターで初期装備してたじゃないですか。ああ、ソードブレイカー、いいよ、破壊したらおい。
お、いいぞ、破壊しろ。はい、オッケー。いや、弱っ。239回心で、なんこれ雑魚っぱ武器は。雑魚すぎるだろ。ソードベ、あ、いいね。これは、勝ったかな？これは勝った。あ、これはね、勝ったわ。ごめん、勝った。ごめん、勝った。バズズクちゃん避けるで。これ勝ったわ。ねえ、諦めないんだよ。うん、もう勝ちだからね。いい、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 もう勝ってるから。そんなところでね、無駄なことしなくていいんだよ。なんで今日デビラーマン、お前調子悪いんだよ。なんで4人でとデビラーマンが4ってやたら止まるんだよ、今回は。あ、あれさ、大敵って言ったらメタルタルコンじゃなくて止まんの？あれ？まあ、いいか。ソード、これがソードブレイカーの力。いやいやいや、勘弁してくれ。行くぜ！くれ！デボラのハイヒールドーン！デボラのハイヒールがなんかビッグライト浴びてきたわ。ビッグライト。こちらのチームは何なのかって言いますと、武器だけ変えてみました、向こうは。いやー武器の殺虫ものがどれぐらいひどいかを教える戦いです。はい。というわけで、さっき言った通り、主人公がやっぱ強いはずなので、主人公を補助してどうするを証明するためにね、主人公に装備をさせてみました。いやーどう見ても強いぞどう見てもね、シャダルコ打った方が強いよ、言っとくけど。というわけで、勝負ですよ。主人公がどれだけ強いかを見せるとき。さあ、2P チームが鉄を下すのが、もしかしたら一旦あるかもしんないよ。いや、ソードブレイクがワンチャン主人公に行けば本当にあるけどね。まずは補助からやろう。今日はお前が軍師のバイギルトーアー。さあ、まずはね、ソードブレイクで攻撃を上げて、どっちが動く？やっぱ早いな、お互い。武器が違うだけだからね。もう本当にミラーマッチよ。こんなことあんだ、みたいなね。いや、まあ私が合わせたんですけど、ヒャダルコどうやる？いや、やっぱり強い。ヒャダルコは強い。やっぱ魔法使いレベル99なんでこんなもんすよね、普通に。バズズがバズズにともぐんしておく。あ、バイキルとこの悪魔詰めてるもの。強い。バイキルと入ってるからね。でも一応、そう、ワンチャンバズズがこう、バズズがコンスタントにダメージを与えていけば、ソードブレイカーも勝ち筋あんのか。同じ光景を皆さん見る。ちょっと待って。皆さん、この光景が続きます。あー、ちょっと待って。ずるい。ずるいぞ。皆さん、この光景が続くんですけど、比較的つまらない動画になってるのね。比較的つまらない動画になるんじゃ。これはまさか。いや、大敵強いよ。これ怖いよ。はい、大敵級。おっと、ここで天空の盾で装備してたもんね、今回は。さあ、こっちでも大敵級。なんだよ、この、何この戦いは。うわあ、ミスライ、あ、でも、鉄球マシンが動けなくなる。いや、これはわかんないよ。これわかんないよ。あ、ミスライ。これわかんなくなってきたよ。全然わかんない。今の行動不能結構でかいんじゃないの？ね、お互いアド取ってるね。行動不能アドと、おぉ、行動不能アドと会心アドを取ってるのか。全然わかんないったらこれ。ワンチャンソードブレイク？これソードブレイクの期限期決まるぞ。武器封じたれ！ソードブレイクで。そうすれば全然勝ち筋あるよ。一 P チームも。ヒャダルコーン。いや、ヒャダルこれコンスタントにダメージ与えるの辛すぎるでしょ、これ。強すぎだよ、こんなもん。300出てんもん。さあ、大鉄球。さあ、今度はどうだ？せーの、はい！ミスジャー出たが、あーでもで、ここでソードブレイク来たぞ！ソードブレイク！さあ、お、主人公、あははははは！外れた。外れたちゃうねー。外れとったら何の意味もないや。主人公したら、外れた。一ピーチームやる気をなくしてしまった。一ピーチームやる気がなくなりました。ヒッピーチーム常にダウンオールのデバフがかかっている状態です。無理じゃん。きつすぎだ。きつくね。普通にきついんだけど。きついきつい。大丈夫か？さあ開いたぞ、だいぶ。だいぶさあ開いたぞ。大丈夫？この一旦でも、もしかしたら決まっちゃうよ。ニッピーチームの機嫌次第もう決まっちゃうよ。これ、バズズ強いからなんてか。バズズが普通に強いんだけど。あんこれ。バズズ壊れてない？やばい。おお、外れた。お互い外していく。お互いミスっていく。まあ、じゃあこのターンには決まんないね。次の4ターン目の走り次第って感じ？はい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 。ヒャダルコを、コンスタントに当たるヒャダルコはまずいね。さあ、悪魔の爪痕を打っていけ。いいよ。さあ、悪魔の爪痕。でもここから返すのは、
こっからバズーズとか鉄球マシン止めまくったりして、で、ソードブレイクが決まる。ソードブレイク決まったらワンチャン本当にあるかもしれない。ね、シャダルコが当たんなくなるから、シャダルコができなくなるからね。ワンチャンあるよ、本当に。さあ、ソードブレイク、来たぞ。来たぞ、ソードブレイク。はい。はい。お、鉄球マシン、いた！おっと、あるか？ってない違うんだよ。見せてほしいのはそこじゃないんだよ。もうめちゃくちゃ会心出てるけど、さっきから。どう？これどうだ？いや、わかんねえよ。こっからあるかもしれない。みんなだってミラーマッチでしょ？走ればあんに。逆転補正。逆転補正。お！ここで？ここでソードブレイク。来たよ。いきます。さあ！おっと？どう？どう？技が使えなくなってしまった。これは来たか。さあどうだ。技が使えなくなった。これでかいよ。あるよ。あ、いや、わかんないよ。今のはすごいいい勝負してるよ。技が使えなくなった。今来たよ。技が使えないのマジででかいからね、言っとくけど。ここで、あ、待って、ちょっと待って、これ終わる？え、あ、避けろ！あ、おあ、いや、大丈夫、関係ない関係ない。あー、ここで待って、避ければ2回避けます。やっぱりオワコンだったよ。